明けましておめでとうございます。さっきの動画でエラー出たと思うんですけど、そっからまあ45分ぐらい経って、一回メンテ入って、その後ツイッターからはまだ連絡ないんですけど、もう一回アプリ開いたらちょっとログインできたんで、またガチャの続きをやっていきたいなっていう感じなんですけど、さっきエラーになって20連目のところはもうクリスタル消費されて、もう結果もよくわかんないままなんで、まあそっちの方は運営さんからのね連絡を待ちたいかなっていう感じなんですけど、一応そのステップアップの報酬のガチャチケットをもらえてるので、まあちょっとよくわかんない感じですけど、まあとりあえずちょっとステップを進めてガチャ回していきたいかなと思います。ということで、2回目じゃないステップ3回目の30連目からまたやっていきたいと思います。ということで、いきます。これは SSR 確定なんでね。お願いします。はいはい。おっと、確率か。面白くなってきたね。よいしょ。京介くんじゃないですか。待ってるね、かっこいい。わ、すごい。荒野くん、これは確か持ってる気がする。いや、でも SSR 2枚は嬉しいっすね。オッケーオッケー。ちょっと今録画してるか心配になっちゃった。じゃあ次40連目回していきたいと思います。お願いします。できるだけいい結果を。はい、頼む。おー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 おお、来た。うわー、やばい。細胞はいただいたよ。やばい。すごい。久しぶりにあの、もっと顔を見せて。あの演出が来ましたね、久しぶりに。わさびりさん、持ってたかな、どっちだろう。やばい。あれ、思っている。逃がさないよ。そうでもない、もしかして。シキさん。息を合わせて、行くぞ。マキ君。かわいい。これ持ってない。俺がエスコートしてあげる。かっこよすぎ。かっこいい。このカラミ君いつのだろう。やばい。いや、今のはテンション上がりましたね。演出やば。でもそんなにめちゃめちゃすごい感じで出てるかって言われると、別にまあ普通かなっていう
印象ですけど、ちょっと一旦戻って、なんでそんなに踏み込んでこようとするんだ。次ステップ5なんで。そういうの怖えだろ。よし、じゃあ50連目いきます。はい、これは SSR 確定なんでね。おいしい、山が出て、おいしいよ。細胞はいただいたよ。はい、まずは落ち着け。檜山さん来た。うん、いろいろおすすめできちゃうけど、どう？渡部さんですね。うん、え、何これ。あのライブの時のあれか、エイプリルフールのイベントの時のやつだ。これは初めて。初めてですね。微妙だったな。遠慮しないでよ。あんたの行きたいところならどこにでも連れて行ってあげる。とりあえず報酬を受け取って、ちょっと待つんだ。うち今ステップ5回やったけど、報酬が、あ、報酬、ん？限定 SSR の効果、ちょっと待って、え、今のってそう？あれスタパ限定なの？そんなことないよね。今のちょっとおかしい気がするんだけど、どういうこと？ちょっとどういうこと？あれ？これってスタッパ限定じゃないよね。これスタッパの時のやつ？ん？どっち？え、スタッパじゃない気がするんだけど。どうしたらいいんだろう。図鑑か。カード図鑑のまとり。違うか。これで見ちゃう。あ、全カードで行って。
さっきの渡りスタッパ周辺スタッパまだかあれとかだスタッパ今の渡りさん違う気がするんだけど、そうだっけ、あれスタッパだっけ。これが1年目のスタッパー、はい、2周年の時のスタッパーでしょ。違くない、完全に。ちょっとこれは運営さんに昔は泣き虫質問誰に聞いたのって感じ。誰だってむ、ちょっと待って、意味不明なんだけど。絶対出てない気がするんだけど、スタッパ限定 SSR のカードが、スタッパ限定でしょ。この赤文字がスタッパだよね。あ、ちょっと待って、カードの名前見るの忘れちゃった。カードの名前見なきゃね。そうだよね、この運命に誓います。そうだよね、これ見なきゃスタッパかどうかわかんない。この運命に誓います、これがスタッパなのかな。なんでそんな、あ、これスタッパ限定だったんだ、渡部さんのやつ。ああ、なるほど。いや、申し訳なかったな。めちゃめちゃ疑っちゃった。いや、これはあれでしたね。ちゃんとスタッパ限定でしたね。ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ、あれですね。ちょっともう全然狙いのやつ出なかったんで、ちょっとチケットガチャを回していこうかなっていう感じですね。まあ、これでいいのが出なかったら、って感じですね。どうしよう。何から回していこうかな。とりあえず、何の関係もない、あの、アニメ放送記念の SSR 確定ガチャチケットから回していきたいと思います。はい。持ってないやつが来てくれたらいいなっていう感じですね。どうだろう、持ってないやつ来るかな。最近あんまガチャも強くないんですよね、マジで。って言いながらいっぱい回しちゃう。ね、好きだよ。これ、俺の本当の気持ち。覚えておいて。キョウスケか。持ってる気がするですよね。かっこいいけど持ってるやつだったのは残念だな。昔は泣き虫って誰に聞いたの。次はレベルの SR 以上の選べるガチャチケット回していきたいと思います。はい、頼んます。いけ、はいはいはい、うわ、だいたい持ってる。あ、よかった、つまらない。これ何の時のだ。秘密は秘密のままで。これいつの時のだろう。あ、よかった、一応ニューがそんなに触られると手に入れられて。
あ、じゃあ SSR 以上確定のガチャチケを選べるガチャチケットをやっていきたいと思います。いやーどうだろうな、スタッパの檜山さんが欲しいんですけどね、願いとしては。お願いします。はいはい、お、これは持ってない。はい、ほう、こういう感じですか。困っちゃったな。いやマジか、ちょっと待って、いやこのカブラもいいな。これと、どうしようどうしようどうしよう、迷う。ちょっと待って、迷っちゃうな。どうしよう、ハトリにしよっかな。一応推しはハトリなんだよね。ハトリで。はい。モテモテで困っちゃうな。かっこいい。今日は俺と二人っきりで過ごすって約束でしょ。これで大丈夫、ステップ5まで終わったんで、ガチャチケも引いたんで、ちょっと一旦これで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。いやなんとも言えないレベルですね。まあいいの出るには出てるんですけど、50連で50連プラス SSR 確定か、あんまり引きは良かったとは言えない感じですよね。超絶微妙なレベル、どうしよっかな。あと30連まではやってもいいかなと思ってるんですよね、ステップ3まで SSR 確定なんで。なんで次どこの所属でやるかっていうのもあれだし、でもどうせなら、あれなんですよね、スタパのあのなんていうんですか、あのすごいカードがグレーのやつ、最近アディクティッドユーみたいな感じのカードが欲しいんで、それね、あれのハットルさんとかも欲しかったりするんで、捜査一課もありかなと思ったり、いろいろあるんですけど、どうしよっかな。でも、セオキャンもありかなっていうのも思うんですよね。微妙だな。まぁ、ちょっと考えながら、次の30連を。次の動画で楽しみにしていただけたらいいかなと思います。ということで、以上ありがとうございました。